This great big story was made possible by Japan Airlines. 自分がイメージしたものをこんなにも大きい形でこうたくさんの観客の人たちの前で表現できるっていうのはすごく面白いことだなっていうふうに思います。北村麻子、ねぶた制作者です。ねぶたは針金で骨組みをして、それに紙を貼って中の方に電気を入れます。ねぶたを作るのにはねぶたの構想から考えると約1年がかりで制作します。ねぶたは横幅が9メーター、高さが台車を入れて約5メーターです。毎年そのアイデアっていうのはいろんな映画だったりテレビだったりとか美術館に行ったり本を見たりっていうこともありますけれども、その作り手作り手のその人生っていうか、そういう生きていく過程で起こることっていうのにもすごく左右されていくことだと思うので、ねぶた祭りっていうのは約300年ほど前から続いているようです。こういった大きな山車がねぶた祭りに22台あります。私がねぶた作りをするようになったきっかけっていうのが、私の父もねぶたの制作をしていて、そして父の姿を見ていて、父が一生懸命守ってきた技術だったりとかねぶたへの思いっていうのを途切らせたくないっていうふうに思って、今女性のねぶた師というのは私一人だけになります。私がねぶた師としてデビューする前まではねぶたの制作っていうのは男性が作るものだというふうにされていて、昔はそういうふうに女性が男性らしい勇ましいものを表現するのは難しいとされてきているんですけれども、でも今の日本の女性はすごく強くなってきているので女性でもそういう勇ましい姿って表現できるんじゃないかなというふうに思います。今回私の作品がねぶた大賞をいただきました。その時こんなに素晴らしい賞をいただけると思っていなかったので、正直なところあまり実感が湧かないというか、すごくびっくりしました。来年のねぶたですけれども、あまり気を寄せず自分なりにその時その時のベストの作品を作れるようにやっていきたいなというふうに思っています。